新作映画紹介シネマギークでございます。今回はですね、先日発表されましたゴールデングローブ賞で非英語部門で作品賞を取りましたアルゼンチン1985歴史を変えた裁判です。監督はサンティアゴ・ミトレ、そして脚本も彼がしておりまして、そこにマリアノ・リナスとかマルティン・マウレギという方が、参加してるんですけど、まあまあ知る人はなかなか少ないだろうと思います。で、この映画のベースになっておりますのは史実になりまして、アルゼンチン最後の軍事独裁政権、これが1976年から1883年の軍事独裁政権の首謀者を追訴した1985年の臨時政府裁判がストーリー点になってます。で、当時軍事政権から民間、いわゆる民主主義に変わった後とはいえ、軍事政権下の軍人による非道な拷問とか暴力っていうのは蔓延していたものの王を引きずってる状況です。で、1983年の12月にアルゼンチンでは7年ぶりに民政が復活したんだけども、軍事政権の間に起きていた弾圧責任を軍幹部に追及することができていなかったと。これなぜかというと、軍で起こしたものは軍事裁判、軍の中での裁判で処理をするという流れがあったように、仕切れてなかったものを一人の検事が立ち上がり、犠牲者の方々にの悔しいとか残念とか、まあ、思いをまあどうにか、歴史とした裁判の中でしよう、明らかにしようということで、この今回の裁判が行われると。で、検事のチームというのがやっぱり脅迫とか、困難というのを屈指せずに歴史的な裁判に準備を進めていくというのが物語の基本軸になってきます。で、まずこの歴史、軍事裁判へ至るまでの流れ、まあそもそもなんで軍事政権になったのかというところを知っておくと、この映画非常に面白いと思います。これ、実は1976年の3月に、ビデラ将軍という人が、当時軍部にいまして、彼がクーデターを起こして、当時の世界初の女性大統領のペロン大統領を追放して軍事政権に移行すると。で、このビデラ将軍が政権を奪取したんだけども、政治はもう全く、経済政策も大失敗ということで、結果的に1983年に大統領選挙と議会選挙をやることで、軍事政権が終わりを告げると。ですから、この76年から83年の間の7年間の軍事政権下で行われた非道なことというものをどう裁けるのかというところです。ですけども、83年の大統領選挙が終わったとはいえ、この裁判が行われたのが85年ですので、やはり、軍事政権下の影響がまだまだある中、残虐的なことをした軍部に対する、そこに軍部の現場がしたことに対して上層部がどう責任を取ることができるのかという臨時政府裁判ですので、そこの部分に対してはやはり非常に難しいところがあるだろうと。で、軍事政権が終わったとはいえ、政権中枢部にはまだまだ司法関係者にも軍人と関係が強い検事、判事、弁護士が多数いた時代と言われていると。で、それゆえに裁判への道のり途中では様々な障害が生まれてくる。それは裁判に向けての考え方とか、罪を認めさせるための道筋でいろんなハードルが出てくると。で、やはりこちらの弁護士同士の間でも対立もするし、証人を登壇してもらうということも難しかったりはすると。で、それは何といってもやはり、軍の軍人に対する報復という部分が怖いというのが多々あったから、証人を探すのも大変だと。で、街中では尾行であるとか、スパイによる情報操作という部分も出てきますし、直接的な暴力でないからこその恐怖というところが煽られていくと。で、そもそも軍上層部を裁けるかどうかの不安というのと、現場軍人による暴力や性被害といった証言をどれだけ集められるのかという部分、それをそもそも上官であるとか軍上層部、そして最高指導者にまで責任を負わせることができるのかという部分が不安なまま裁判が始まっていくと。で、なんといってもまあ難しい部分に対して、やはりこの映画のキーになるのは、やっぱり若い人が、かの軍事政権というのはやっぱり許せないものだということで、若い人がいろいろな形で協力をするというのが、重く描かれると。その部分というのは非常に見てて、やはり政治を司る中で この未来を作るのが若い人たちであるというところを明確に表現している部分でもあります。で、特にやはりラスト前にあります10分間、今回の主役でありますフリオセザル・ストラッセラの10分間にわたる演説というものが特に必聴でありまして、軍事支配から脱出をしたアルゼンチン民衆の心の声でもあり、自由の大切さをこんこんと語ります。で、それに至るまでの間に被害者の方々の悲痛な思いとか、残忍で秘密裏で卑劣な行いをした軍人たちへの責任を取らせる必要性を訴えるという、この演説シーンというのは圧巻ですし必見です。この映画を見ることによって、平和であることの感謝とともに、この
現実がわずか40年前に実際にあったことというのを知るというのは、今の日本の自由と平和がいかにこの世界で見たときに貴重なものであるか、大切なものであるかっていうのを感じさせられます。で、劇中ところどころ実際の映像がインサートされます。裁判の様子もそうですし、最後判決が出た直後の様子もそうですけども、実際の当時の映像、ニュース映像と思われますけども、インサートされますので、その辺がよりリアリティさと喜び、本当にそれを望んでいた、結果を望んでいた人々の喜びっていう部分も含めて見ることができるっていうのは、非常にこの映画としては面白いところでもありますし、気合の入ったところだとは思います。で、それは静かに終わる演説の終了とともに人権の大切さを訴えるフリオの演説のところは特に見てほしいなとは思います。で、実際の裁判で、満足する結果を判決として言い渡されたものもいれば、そうではないものもいるために、それに対して控訴するところでエンディングに入り、この裁判自体が未だに続いていることが字幕で語られるというところで、最後終わりを迎えるという、非常に知らなかったことを知り、そしてその地球、まあ日本からするとその真裏のアルゼンチンでこういったことが実際に行われていたということを知る貴重な映画になっております。エンターテイメント性よりもどちらかというと史実を淡々と描いたドキュメンタリー性の強い映画になっておりますので、ぜひねご覧いただけたらと思います。この映画、おそらく JFK とかが好きな人はこの映画とてもハマると思います。で、もしもこの民衆、いわゆる軍事裁判とかの部分でいろんな映画の中で裁かれるという部分の作品があるんですも、この映画は本当歴史に残る一本だと思いますし、40年前に起きた本当のことを知る上でもぜひ歴史的資料としても一つ見るべき映画になっておりますので、よかったらぜひ、今のところ Amazon プライムビデオで見ることができますので、よかったらご覧くださいということで、今回はアルゼンチン1985歴史を変えた裁判ご紹介しました。よかったらチャンネル登録もお願いします。